ということで、はい、こんにちは。今回も星のカービィ64パート2をやっていきたいと思います。では今回はこの3ステージ目からですね。ではやっていきましょう。よし、おっと、なんかいるぞ。やべ、昨日にパート1撮ってんですけど、ちょっと操作方法がまた分かんなくなりましたね。ちょっと、あ、大体ちょっと覚えてるかな。大体覚えてますかね。おっと、危ね、いったー。よし、オッケー。ちょっともう早くも、あ、これ待って、あの火っぽいのさ、何もなかったですね。今ちょっと飲み込みをやってみました。今仕返しできましたね。待って、ブーメランカービィみたいになってるじゃん。あ、面白い。これブーメランカービィみたいになるんですね。はあ、まあこれがカービィの特徴。お、ちょっと64要素来ましたね。この 3D の感じでもね、操作は 2D なんですよ。これ十字ボタンで動かしてるんでね。あ、いいわこれ。あ、これすごい楽かも。ブーメランいいわ。どんどんね進んでいく。あ、いいねいいね。あ、これ動く系ね。あ、いい、これ楽しいですね。おっと、危ないです。おっ、あ、危ないっすね。よし、これさ、こっちとか行けないんだよね。背景も行ってみたいっすけど、あれ、スティック操作、あれ違う。これどうやるんでしょう。これ上行ける？あ、上行けんだ。奥にある床に見えて上は行ける感じですね。怖いな。タイミングを見計らいてー、タイミング見計らわないとダメなんだよな。よし、オッケー、はいですね、オッケーです。いいですね。よし、お、当たんないね。当たんないっすね。はあ、オッケーです。これブーメランなみたいな、カービィは細くなるんですね。まあ身を投げてるって感じでしょう。よし、オッケーです。いや、なんか敵倒すのが楽しいね、このブーメランだと。これ合ってんの、これ合ってんのかな。お前もう敵じゃないよな。あれ、まだ敵なの、お前。あ、お前仲間になったんだ。うん、あ、そういうことね。回復してくれたってことか。ってことはボス戦、あ、ボス戦臭いぞこれ。あれね、ペーパーマリオにもあるのよ。マリオストーリーだっけ。このね、このね、昔のニンテンドーあるあるね、この回転階段絶対ボス前です。大体、まあ、わかります。ってことで、多分ボスだと予測できるんですけど。よし、ん、あ、ここの手すりじゃない、鎖か、鎖が登れる感じなんですね。あ、上は何もない。え、あ、敵。痛いですね。ちょっと待ってくださいね。投げられるの忘れてた。B だっけ？上には何もないので。はい！痛いですね。あれ？中止しまいましたね。あ、あっちですね。多分あっちから、まあ、登れってことでしょう。
この次かな。多分これですね。そう、明かりが出てるんで多分この上を登れってことでしょう。さすがにペーパーマリオみたいに階段にひたすら登ることはなかったですね。お、これはデデデ大王ですね。まあデデデ大王ぐらいはわかりますよ。ん？また現れましたね。このなんか名前よくわかんないですけど、この一目のやつ。これはやばい、やばい予感がする。ん？でかくない？あ、いや変わってないか。特にサイズは変わってないですね。あ、まだブーメランが使える。あ、ブーメラン無敵ですね。痛いな。これさ、どうすればいいの？これさ、あ、これ越えられるの？あ、もう倒せたじゃん。なんてわけにはいかないと。ちょっと待ってよ、怖いよ、怖いよ、怖いよ。浮いてる系ね。浮いてる系ね。ちょっと待って。よし、オッケー。いった、危ない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 、よしよしよし。オッケー、オッケー、オッケーです。あ、あ、いいですね。3回かな。マリオみたいに3回攻撃かな、今回は。あ、普通に行けましたね。余裕です。よし、OK です。なんか喋ってほしいところですね。デデダヨは怒ってますね。どうしたんですか、ね、拗ねてますね、なんか。やっぱ、リボンちゃんが愛しかったんでしょう。ということで、飛びます。よし、オッケー、初めて飛びましたよ。こういう感じか。こういう感じか。あ、あの有名なウィスピーウッズですね。では、やっていきましょう。よし。ウィスピーウッズ、いきなりボス戦ですね。これ、あ、またまだ使える。いった。なんだろう、この雑魚敵倒せばいいのかな、まず。今日はこの雑魚敵をまず倒すことですね。いった。そんな簡単に倒せないのか。本当は多分このリボンじゃねえ。おお、このリンゴ水好き。リンゴ、はい、お亡くなりになりましたね。ではやっていきましょう。もう一回です。まあすぐ模試には再開できるんで。あ、そっか、なくなったんだ。ずれてたー。よし、オッケーオッケー。まあこれが本来の倒し方ですよね、このゲームの。まあ本来の倒し方でやっぱ倒した方がいいよね、動画的には。いや、このなんとか打つ。ああ、あいつ消すな。たまに、たまになんか消してくるよな。こっから投げられるのは楽。あ、こっから投げられるのは楽ですね。この周りを攻撃すれば倒せる。痛いな。どうすればいいの。おお、この周りのトゲを倒せるのか。ああ、とりあえずリモじゃない。もうやだ。こういうことね。あ、そういうことね。ちょっとわかったかもしれないです。ちょっとわかったかもしれないですね。この次こそね、ちゃんと言います。リンゴを吸って、これを吸ってるんですね。え、さっきリンゴ吸わなかったっけ。あ、俺飲み込んじゃった。よし、はい、 OK。 多分そんなにチャンスはないと思う。絶対飲み込まないようにしようね。いったいな。さすがにもう終わり。あ、まだ来る。あ、これ永遠リターン。バカするこいつ。こいつバカですね。同じ攻撃が効かないよと言いたいんですけど、ちょっと僕は同じ攻撃が効いてしまいますね。
よし。よし、1ゲームですね。あと一発かな。頼む、もう一回。同じやつやって。よし、よし、よし。やばい、バカだ。本当にお前バカだ。いや、待ってよ。カービィが楽勝ゲーじゃない？もしかして楽勝ゲーなんじゃないですか？結構簡単ですよ。まあ、割と死んでますけどね。うん。その、簡単って言う資格ないですけどね。これで一面クリアかな。行っちゃったけど。え、行っちゃったよ。あ、え、あ、そういうことだ。ついていけるのね。あ、よかった。これでお別れかと思っちゃったよ。いや、いや、うん。まあ、滅びたスターですね。もう滅びてる星ですから、滅びたスターですね。よし。じゃあ、今日は、この、1ステージでもやって終わりにしますかね。どうですか？いや、1ステージ、じゃあ次回にしましょうかね。じゃあ次回にします。ということで、今回はここで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回も見てください。では、さよなら。マリモマリモチャンネルの動画をご視聴くださりありがとうございます。この動画が面白いと思った方は高評価ボタンを、この動画の続きや別のゲーム実況が見たいという方はチャンネル登録ボタンを押してください。 Twitter のフォロー等もお待ちしています。ではさようなら。